どうも、エルです。それでは、ゼルダの伝説、トワイライトプリンセスやっていきたいと思いまーす。じゃあ、外出ますか。いやー、前回ほんと攻撃当たらなかったねー。結構あれだね、操作してて攻撃当たらない時あるからそこだけ気をつけてやっていこうかな。攻略ができなくなるからねー。あ、セーブしよう。こんな古びた魔力ごときで我に歯向かうとは、うん、愚かなる影の反逆者ミドナよ。なぜ王に逆らう。一族の魔力を利用しているだけのお前が我々の王だと笑わせるな。我が力がそのような古びた魔力だというのか。面白い。これが我が神より授かりし力、影を支配する王の魔力よ。二度だよ、忘れたのか。その獣は我々を虐げた光の世界のもの。いくら望んでも今の世界ではお前は決して交わることはできぬ影に過ぎぬ。しかしこの世界を手に入れることができれば光と影は一つになれるのだ。今こそ我らが一族が取り戻す時、影が光を凌駕する世界に。だからミドナよ、私はお前が欲しい。すべては一族のため、お前の力を貸しておくれ。いいだろう、戻してやろう。お前が望む光の世界に。
神に選ばれし勇者エルザよ、今なお闇の奥に沈む城にたらわれし姫のもとを訪れよ。その姫こそが闇に取り込まれた姿を取り戻す鍵を知る者なり。ああ、てなったらゼルダに会いに行くわけか。これ闇の世界っていうか影の世界の方にいるんだよね。で、ミドナがちょっと瀕死状態と。エルザ、急ぎ。ゼルダのところへ、早く。急ごう。こっちか。いやー、マジか。ザントめちゃくちゃ強かったね。まあ、ミドナとの因縁があるから、まあ、魔力を吸い取ってるって話だったけど、ミドナの魔力もかなり強力だったのかもしれないね。で、あとは、そうだね、リンクも頭に何か埋め込まれたけど、それが結局何なのかは分かってないからね、それが今から判明するのかな。一時リンクに戻れないとかね、そんな感じもするよね。一番最悪なのは。あ、そうだね、やっぱ光の世界で生きられなくなってるから、あ、そうだね、埋め込まれたんだろうな、影の力を。あんた、この辺りじゃあんまり見ない顔ね。この町のこと知りたいなら、テルマダの飼い猫のルイーズに聞いてみるといいわよ。そんな顔してたらビビっちゃうだろうって言われた。センスは特にはないか。ゼルダ城、ゼルダ城？あー、こっちか。いや、門前払いだろうなぁ。めっちゃ追っかけてくるんだけど。これはちょっと厄介になってきたね。あー、これは絶対入れないだろうなぁ。いけないね。あ、でも確かにテルマだっけ、あれ裏口があるよっていう話してたから、裏口から行けるのかもしれないね。そうだそうだ、まあ、困った時のテルマさんだ。これ曲がって、ここここ、化け物目出ていけと言われた。営業中だけど、そっか、本人がいねえもんな。お待ち。お、ボス猫。あんた、エルザだろ？よく分かってんな。うん、やっぱりそうだね。あたいはルイーズ。前にこの店で会ったことがあるの、覚えてないかい？いたね。なんだってそんな格好してるのか知らないけど、そんな格好で人様の前に出りゃ放り出されて当然じゃない。おや、また病人かい？あんたも物好きだね。頼む。ゼルダ姫。こっちだよ。ほら、あの窓から入りな。屋根裏が白絵の地下水路になっている。大昔の水路だから骨を折るだろうけど。
ま、あとは人間に気づかれないようにうまいことやるんだよ。そうか、結構しんどいかもな。まあまあ大丈夫でしょ。いやー、ステルス系になんのかだな。凝ったギミックですね。人に言われてテルマさんに付き添ってきたけど、都会の空気は肌に合わんのごろ。手伝いに来た。おお、ぶねぶね。わざわざ手伝いに。これ絶対音立てたらダメなやつだよね。橋の上で旅人を襲っていたマブのテルマの知人が討ち取ったそうじゃ。エルザという若い男でな、テルマの客人をかかりこむらへ送り届けてくれたらしい。そのような骨のある男がこの町に残っているのか。違う違う、そいつこの辺の人間じゃないんだってさ。南のラトアヌ地方にある小さな村の出らしいよ。なんていうか、都会を知らない人は怖いもの知らずだよね。怖いもの知らずか。まあ、勇気があるからね。リンクはね。おお。おお。誰？ちょっとあのゴーストどこから入ってきたんだよ。キキミ、そんなことボーッとしないで。早くあのゴースト倒しちゃってよ。めっちゃ目が光ってる。いて。ダメか。いてフェンスね。おい、とどめ。え、ゴーストの魂を手に入れた。ゴーストを倒せば溜まっていく。集めた数はコレクト装備画面でわかる。あとこれ。はあ。で、あ、ゴーストを倒してくれてありがとう、ワンちゃん。でいいのかな。僕ね、ジョバンニって言うんだけど、お金欲しさに悪魔に魂を売ったらこんな姿にされちゃってさ。動けないから彼女にも会えないわ。ペットのゲンゴロウも頭の上で固まるわ。でもう踏んだり蹴ったりだよ。そこでワンちゃんにお願い。ここから出たら暗闇の潜むゴーストを20匹ばっかしやっつけてくれるんですか。あー、そういうやつね。直接外へは出られないだろうから、地下水路への扉開けておくね。イベントか。雨が上がったら猫の集会所の壁を掘ればここへ来られるからね。頼んだよ。契約したらっていう話か。掘る。ん？ん？ ん？あ、やっと入れた。あ、いいね。これいいね。これいいわ。ああ、いいわ。いって、いきなりいんの？まあいいや、そんな戦わず、でも。戦う感じか。いや、いいや。うい、あれ？
で、流れてくー。うわー、雲出たな。はいはいはい。加えて投げてだな。ほいで燃やしましょう。とりあえず火つけといて、意外とね制限時間あるからね。これじゃない。あーってことはどっかあるな。もう一個あるね。クモの巣側か？いや違うな。これ普通にいけるもしかして。あ、いけるわ。ってことは、加えて、何ね、ダブルファイヤーにしといて、普通だったな、よし。鍵の世界じゃない。あー当たんねー、当たんねー。マジで当たんねー。スペシャル使えないんだよねー。ようできてんな。結構大変。これを掘れば OK。 さあさらに降りてきた。回復できんからな。みたいに。うわーそれはきついわ。それきつい。ロックオンしてくれない。あーなんでだー。ロックオンもできないし回避もできないし腹立つわー。いってーマジで。いやマジでそれはいかん。いや、せめてあれだな、回避欲しいな。もうほぼ確定だもん、一発。マジで痛い。ああ、もう。ああ、画面、動いてくれはい、で、落ちる。もういい加減してほしいな。いやこれはもうちょっとめんどくさい。マジでめんどくさい。犬パートっていうか画面がね。
いやー、マジか。ここに来て。いやー、これちょっとお願いしますわ、任天堂さん。これはお願いしますわ。ちょっとでもね、押すとね、もうこうなんだよ。しかもこれ、ここでやられたら、もう一回でしょう。弓だけは出ないでほしい、とりあえず。危ねえ、マジで。はい。意味不明なダメージ入ったなー。これ下からか。あー、1から。あー、1からー、もう。よし、これは、スタートしたぞー。もう、しんどい。もう、しんどい、こいつら。はぁ。まだ続くな。てか、ここまでゴブリンいるってどういうこと？城の兵士たちは何をやっとるんだい。あー、で取り系ね。やばいやばい、画面がロックオンが、ロックオンが動きまくる。よし、で、相打ちはきついって。もう相打ちじゃん、全部きついきつい。あ、やっと戻ってきた。よし、ゼルダ姫。お願いだ、こいつにかけられた呪いの解き方を教えてくれ。こいつはあんたたちの世界を救うためには絶対に必要なやつなんだ。だから姫さん、頼むよ。エルザを助けてやってくれ。これは今までの影の魔力とは違う何か別の邪悪なる力。
うつしおに闇を照らす光があるように、魔の力にはそれを撃退する力が存在します。精霊フィローネが守り七の奥に隠された森の聖域に向かいなさい。そこには古の賢者たちによって作られた大魔の剣、マスターソードが眠っています。マスターソードは悪しき者が決して触れることのできぬ聖剣。しかしあなたならその剣によってその身を覆う馬を切り裂くことができるはずです。神が使わしたる勇者エルザ、私もまたあなたと同じく神より授かりし力を持つ者。よかったなエルザ、あとは一人で行けるよな。なあ姫さん、最後に頼みがあるんだ。こいつに陰りの鏡がある場所を教えてやってくれないか。ミドナ、あなたが何者であるのか分かったような気がします。こんなに傷つきながらも私たちの代わりにあなたは今まで随分と辛い目に遭わせてしまいましたね。ミドナ、受け取ってください。これはあなたに。バカ、そんなことしたら。エルザ戻ろう。フィローネの森に。ゼルダ、あんたのすべて確かに受け取ったよ。結局ゼルダはミドナに力を託したって感じになるんだね。まあでもこれで元気になったと。ゼルダはなんか感づいてるっぽいけどね。あれかな、ミドナ、そうだね、リンクが獣になって適正するみたいにゼルダとミドナはなんか関係あるのかもしれないね。はい、ということで、今回ここまでとなります。まあ次回が精霊の森であれば、多分ここだろうね。こっち側になるのかな。違うね。ここでもない。あ、でもこっち通っていく感じか。まあ、ただ、ミドナーが力を取り戻したことによって、ワープはできるのよね。全体が影の領域だからね。まあ、それだったら、そうだな、こっち方面行く感じか、橋渡るかとかいろいろするのかな。ということで、
まあ、マスターソードがね、次回取れるようであれば頑張って取っていきたいと思います。ということで、ここにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。